マルティン・モントーヤ・トラルボは、スペイン王国バルセロナ県、ガバ出身のサッカー選手。レアルベティス所属。ポジションは DF。2009から10シーズンにより、FC バルセロナのカンテラ最上位である、アトレティックに昇格。アトレティックの一つ下のカテゴリーである、フニベルエ時代には、不動の右サイドバックとして、プレー、2009年7月のトップチームのイギリス遠征では、 トップチーム未経験ながらも遠征メンバーに選出されている。2014から15シーズンの冬、出場機会の少なさを理由に移籍を志願したが、結局冬は残留となった。2015年7月3日、イタリアセリエのインテルへ、レンタル移籍しかしロベルト・マンチーニ監督に、戦力外とみなされ、半年でレンタル打ち切りとなった。レアルベティスへ、 半年間のレンタル移籍を経て、2016年7月30日、バレンシア CF へ完全移籍を果たした。2018年1月27日のレアルマドリード戦では、前半のうちに二度 PK を献上した。2018年8月9日、ブライトンホーブ・アルビオに FC と4年契約を結んだ。二千二十年八月四日、千二十四年までの契約で、 ベティスに完全移籍で再加入した。2011年にチリ代表との親善試合にてスペイン代表に初招集された。ありがとうございます。